それでは作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。この激流層で奴を迎え撃ち、進路を変更して外界に逃がす。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。了解。そして今一つ、おそらく今回もネルギガンテがやってくるだろう。奴が場を乱した場合撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら合図を。来たぞ。行くぞ。あるものはすべて使え。周囲を強さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。ハンターたちはマグダラオスの巣に到着後、奴の体力を減らせ。排熱機関を破壊、もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを与える。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ご注意を。ゾラ・マグダラオス外郭に到着しました。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。ここでどれだけ奴の体力を奪えるか、それが作戦の成否を分ける。排熱機関を発見しました。排熱機関を探せ。外郭が変容、マグマの流れが変わりました。
ダメージを与えてひるませろ。エネルギーの放出を防ぐんだ。到着成功。ドラ・マグダラオスの動きが止まりました。待て、いら止まりよ。エルギガンテだ。やはりハンターたちに次ぐ奴の警備に準備をしろ。エルギガンテが現れました。外角前方行け。あるものは伝えつなよ。任せたぞ。行け。ひとまずの難はしのいだか。作戦を続行するぞ。う
マグダラオスの体力減少、まだまだ不十分です。行くぞ。気合い入れろよ。じいちゃん、うん、およし帰るぞ。